おお、ここもすごいですね。そうですね、もう見てからにもう物がいっぱいありますよね、はい、どうもこんにちは、現象からお願いします。今日はですね、こちら東京都内の落とし物が収録されているここ警視庁遺物センターにやってまいりました。はい、今日はですね、遺物センターのお仕事が、まあ、どういったお仕事をされているのか、また中がどういった風になっているのか潜入をしたいと思います。よろしくお願いします。どうも皆さんこんにちは。こんにちは、遺物センターの佐々木と申します。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速もうイメージ湧かないと思うんで、はい、もう早速もうセンターの中に入っていっちゃうと思いますので、はい、そしたら行っちゃいましょう。行っちゃいましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。めっちゃワクワクしますね、小西部長。ワクワクしません？なんか見るの。じゃあ何回行くでしょうか。それは言えないです。何回かは言えないです。絶対切っちゃダメです。言えないです。守秘義務があるんです、ね、仕事上の P 会です。 P 会ですね。ここが遺失物センター内の倉庫になります。これ全部落とし物ですか？全部落とし物です。量がすごいですね。すごいですよね。すごいです。もともとこのフロアっていうのが、はい、各鉄道会社の落とし物を袋の色ごとに分けてる保管している場所になります、はい、そして遺失物センターの方に持ち主の方が来所した際には、はい、この大量にある袋の中から落とし物を探しているんです。はいはいはい。1日の落とし物の量ってどのくらいなんですか？そうですね、東京都内の場合では、はい、警察署や、はい、鉄道会社の方で、はい、一定期間、保管、落とし物を保管しているんですけれども、はい、その後にはここ遺失物センターの方に物が移動してきます、はい、なのでそれを含めるとおおよそ1万4000件ほど1日に、はい、1万4000ですか？はい、はい、令和4年中に拾われた落とし物っていうのが、はい、トータル約343万件に上りまして、はいはい、この数っていうのは皆さんの、はい、おかげといいますか、皆さんの善意のがあってこういう数字が出てるのかなと思います、はい、でかつ、お返しすることができた落とし物の件数っていうのが約55万件になりまして、はいはい、まあ、これも逆に言ってしまえば、皆さんのおかげでこの約55万件っていう立派な数字を出せたのかなと思います、はいはい。落とし物のなんか保管の期間ってあるんですか？保管期限っていうのは、はい、警察署またはここ遺失物センターの方に届けられてから、はい、約3ヶ月あ約と言いますか3ヶ月間、はいはい、の保管になります、はい、そして、落とし物を拾った方が、はい、所有権、いわゆる物が欲しいという権利を主張した場合は、はい、その保管期限の3ヶ月間を過ぎてからの2ヶ月間が引き取り期間になります。なのでその2ヶ月間を過ぎてしまう と、はい、拾った方であっても、はい、物自体はちょっとお渡しすることができなくなってしまう場合もあります、はいはい、その保管期間は3ヶ月間というのはおっしゃってたんですけど、はい、その上限ってありますか？落とし物の数ですね。そうですね、あ、そうですね、例年落とし物自体が増加傾向にあるので、はい、やはりその落とし物だけじゃなくてこの袋自体もちょっと年々、はい、増えてきてしまっているのかなとは思います、はい、この袋に名称ってついてますか？そうですね、私たちはノー袋って呼んでます。ノー袋ですか、はい、持ってもいいですか？どうぞ持ってみてください。ありがとうございます。結構重いですね。重いですか？重いです。友さん、ノー袋っていうのが、はい、いわゆる鍵だとか、はい、イヤホンっていうような小さい落とし物をまとめて入れている袋もあれば、はい、衣類だとか、はい、帽子っていうのは少しちょっと大きめな落とし物をまとめて入れるノー袋もあったりするので、はい、かなり重かったりするともしかしたら大きい落とし物がいっぱい入ってるんじゃないかなと思います。なんかいろんな袋類が入ってますね。そうですね、はい、なんで吉田さんが今回取り出したノー袋は姫の落とし物が入ってる袋になります、ね、はい、あれなんか今走ってる方いましたけど。本当ですか？はい、あの方が来所ですか？そうですね、ちょうど持ち主の方が遺物センターに来所したのかなと思うんですけど、はい、とりあえず落とし物を今探している最中だと思います。なるほど、はい、やっぱすぐ返さないといけないですね。そうですね、持ち主の方を待たせるわけにもいかないので、はい、この落とし物自体が、はい、ここ実はほんの一部にしか過ぎなくてですね、これでほんの一部しかないんですか？そうなんですよ。でも多分こうカメラで映ってるのは多分ここぐらいしか映ってないと思うんですけど、はい、実際にはもう
このフロアもびっしりにこの袋がたくさん置かれてるんです。そういうことです。これ一部でしかないんですか。ほんの一部にしかすぎません。はい。ただですね、ここよりももっと面白い部屋があるんですけど、はい、吉田さん見に行きますか。行きたいです、ね、行きます、はい、じゃあ早速行っちゃいますか。行っちゃいましょう。行きましょう、はい、ここが面白い部屋になります。面白い部屋。傘ですか。傘です。傘しかないですね。傘の部屋になります。はあ、もう量えげつないですね。えぐいですよね。はい、多分視聴者の皆さんまだどういった部屋なのか分かんないと思うんで、ちょっと小西部長向こうに行ってもらっていいですか。了解。さあ始まりました、吉田を探せ。この落とし物の傘の中に吉田が地味に隠れております。いや、ほんとすごい量の傘ですよね。私もこんな量の傘の落とし物を初めて見ました。梅雨の時期になりますと、もうこのフロアに収まりきらないほど傘の落とし物が届くそうです。傘の落とし物も、まあ、そうなんですが、まあ、皆さん落とし物には十分注意してください。よろしくお願いいたします。こう傘って何本ぐらいあるんですか。はい、そうですね、実際その傘が保管されている部屋っていうのはここだけじゃなくてまた別にもう部屋があるんですけど、はい、でそれ含めると5万本以上はあると思います。5万ですか。はい、あ、やばいですね。めちゃめちゃあります。その5万本のうち何本くらいが落とし主に来られるんですか。はい、そうですね、先月6月中だと150本持ち主の方に返せました。5万本中の150本ですか。そうですね。なのでそこから傘を探し出すのも匠の技になります。はい、そうですよね。この大量の傘から探さないといけないんですね。そういうことです。では次の部屋に行きましょう。はい、了解しました。はい、では吉田さん到着しました。はいはい、ここはどういった部屋になりますか。そうですね、保管期限、先ほどお話した3ヶ月ですね、はい、を過ぎた落とし物が保管している部屋になります。はい、はい、じゃあちょっとこの中は撮影できない、ね、そうですね、ちょっと物はお店は申し訳ないです、できないですね。はい、なのであの音声でお楽しみください。お願いします。はい、はい、ではじゃあ開けちゃいます。はい、はい、おお、ここもすごいですね。そうですね、もう見てからにもう物がいっぱいありますよね。物がありますね。はい、もうあの交番では見ない量の落とし物がありますね。そうですね、はい、これ全部交番で受けたらえらい量になりますね。そうですね、入りきらないですね。交番では絶対に。どうですか、交番でこんな大量にトイレットペーパー受けたことありますか。ないですね。私は一回もトイレットペーパー受けたことないです。本当ですか。受けたことないです。で次はメガネ。メガネ、はい、次はメガネ屋さんの量のメガネよりありますね。そうですね、はい、見てください、小西部長、珍しいのあります、ね、珍しいのありましたよ。珍しくはないですけど、量が入れてないのがあるんですよ、1個。あ、これ何ですか、これ。交通系 IC です。すごい量です。はい。こんな見たことありますか、こんな枚数。ないです。私もないです。いやー、こうやってもう、何十枚とかのレベルではないですよね。もう、何千枚っていうレベルの数の交通系 IC ですよね。はい、すいません、ありがとうございます。はい、たくさん驚いていただいたところで、はい、では早速また別の部屋を案内させていただきます。はい、了解です。すいません、お願いします。はい、では続いての部屋になります。はい、で申し訳ないです。今ちょっと作業中になるので、はい、ここからちょっと声小さめで行かせていただきます。すいません。じゃあこちらね。あ、了解です。どうぞ、失礼します。ここではどういった作業をやるんですか。はい、ここの部屋ではですね、着払いの郵送を希望した方の落とし物を梱包してですね、はいはい、発送作業を行う部屋になります。うーん、送るものによってもちろん梱包方法が変わってくるので、はい、落とし物が壊れたりとかしないように注意をしています。はいはい、どのくらい送られてるんですか、1日。そうですね、だいたい30個から40個ほど送ってると思います。まあ、持ち主の方は遠方にいらっしゃるんですか。そうですね、まあ、もちろん中には、はい、都内に住んでいる方で、はい、都合上ちょっと営業時間内に物流センターの方に来所できない方とかもいらっしゃるので、はい、そういう方にももちろん対応はしているんですけれども、はい、まあ、まあそうですね、大半は遠方の方が多いのかなと思います。はい、遠方と言いますとどこら辺まで送ってますか。まあ、それはもう北は北海道、南は沖縄まで、はあ、もう春から遠くから、はい、まあ多分旅行とかで
落としちゃってるんじゃないかなっていう、はい、はい、なるほどですね。じゃあ諦めなければ物はじゃあなくしたものが返ってくるんですね。そうですね、まあ、お名前が書いてあるものだったりだとか、はい、あとはなくしたものの特徴だとか、はい、実際そのなくしてしまった日時場所と明確に分かっているのであれば、はい、見つかるかと思います。ありがとうございます。はい、本日は警視庁遺失物センターに潜入いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。落とし物量って想像以上になるんですよ。そうですね、年々増加傾向にあります。はい、まず落とし物をしたらですね、諦めずに届け出を出してほしいです。そうですね、あとは物を落としてしまってもすぐに見つけられるようにですね、物に名前を書いたりキーホルダーや何かシールをつけるといった外見上に何かしらの特徴をつけていただけると私たちも届いた時に探しやすくなるのかなと思います。はい、そして何より、落とし物拾ったらすぐ届けてください。はい、私も落とし物はしないようにします。お願いします。はい、以上メトボイでした。落とし物はしないようにお願いします。お願いします。めちゃめちゃ持ってみますか、これめちゃめちゃ重いっすよ。大丈夫です。大丈夫です。どのぐらいの重さですか。いやもうすごい重い。かなり重い。はい、かなり重いです。はい、かなり重いです。かなりどれくらいですか。かなりペットボトル5本分くらいですか。どんだけでかいってペットボトルなんですか。